チンチロリンは日本の大衆的な白衣の一種である。数人程度が通常は車座になってサイコロ3個と丼を用いて行う。名称はサイコロが丼に投じられた時に生じる音を儀したものでチンチロと省略されることやチンコロと呼ばれることもある。コアバにカジノでのチップに相当するコマをその回の掛け額の単位として提示する。この行為を 春という。春対象は、木札などの金銭代替物や、実際に多いのは金銭そのものである。親からサイコロをどんぶりに投じていき、勝敗に応じて配当が、親と子との間で、やり取りされる。子同士の間でのやり取りはない。道具立ても指して、必要としない上、道元が固定しているのではなく親の権利が、順番に回ってくる、周り道であり、 日本の伝統的サイコロ賭博である長藩のように、蕎麦の会長に暴力団が関与してその資金源となることもなく、仲間内で遊ばれることが通常だと考えられる。日本で生まれた遊びと思われることが多いものの、民族学での報告によれば、中国伝来のもので、第二次世界大戦後に日本国内に広く普及した模様である。日の足兵の 麦と兵隊でも現在のチンチロリンの前身と応募式賭博について触れられている。なお、タブはサイコロ3個を持ちチ,ンチロリンと似た面があるものの、ルール全体が異なる。また、中国系移民が持ち込んだものを起源とするアメリカのシーローはチ,ンチロリンの変種となっている。最初の親を決める。参加者全員がサイコロ1個を振って出た数が、 最も大きいものを最初の親とすることもある。その回の勝負に参加するコアコマをそれぞれ貼る。親がサイコロ3個をどんぶりに投じる。親がの目ならば、子も親の右隣から順番にサイコロを投じていく。親、子供、各回、いずれかの目、役、ションベンになったら、次投げはなく、そうでなければ3投まで行う。 配当のやり取りが済んだら、親落ちや洗いの場合には新しい親、そうでなければ、元の親の下で、同様に繰り返す。地方、その場に応じて様々なルールがあり得るものの、多くの場合は、嵐の配当が異なるだけであり、5ゾロは5倍、ピンゾロは10倍で、他の嵐は3倍の配当というもの、ピンゾロは5倍で、他の嵐は3倍の配当というもの、ピンゾロは10倍で、 他の嵐はその数に応じた倍率の配当というものが代表的である。また、他の周り道の掛けごと同様、負けた場合の限度額を親があらかじめ前に出しておく、道前制度が取られることもある。これは、この価値の本来の総額が、道前を超えた回に子が各自の駒に応じて安分された、道前しか受け取れないとするものだが、初めの道前が倍以上となるまで勝った親は、 交代しなければならない。これを、すだちと呼ぶ。掛け事と一般に共通することであるが、灰なしのものや支払いに駒が不足したもの、勝負のために駒をもっと欲するものへ主催者が駒を回す、巡る銭が認められる場合もある。谷岡一郎、確率、統計で暴くギャンブルのからくり、絶対儲かる、必勝法の嘘からピンゾ量の配当が5倍のルールを、主として、 チンチロリンの期待値が計算されている。しかし、引き分けの場合が除かれており、チンチロリンの期待値計算としては誤りである。ありがとうございます。